んにちは、監督の岡ちゃんです。この動画ではウィニングイレブン2018を使用して各国の代表やリーグの試合をお届けいたします。今日は国際親善試合ポルトガル対エジプトの試合をお届けいたします。ではどうぞ。皆さんこんばんは。本日の試合はポルトガル対エジプトワンダーメトロポリターノよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ選手入場です。この試合4-3-3というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？今は変わりましたけど、昔はオランダサッカーの代名詞的なシステムでしたよね。そうですね。基本トップがワイドに開くことによって中央にバイタルが作りやすくなりますよね、そこにボランチを起点として積極的にトライアングルを作っていく形が理想ですよね。なるほど、ボランチの役割がポイントなんですね。そうですね。あとはサイドバックがどれだけ高い位置を取れるかどうかですよね、高い位置を取ることによってウイングと連携する、攻撃的に人数をかけるということですよね。なるほど。そうなってくると守備が手薄になるので、ボランチの選手たちがいかにカバーができるかが重要になってきますよね。なるほど。前半ゲームはスタートしています。ポルトガル対エジプト、エキシビションマッチです。どういった立ち上がりになるんでしょうか。大きく縦へ、さあ左へ預けて、さあつながるか。サイドを使う、この位置で受ける。抜けてくる。ベルナルド・シウバ、サイドを縦に走らせます。お、いい形じゃないですか。アハメド・ハッサン、ボール入りましたよ。抜けた。ゲレイロ、ジョアン・モーティーニョ、ここはまだ始まってお互い様子見といったシーンが続いています。もう一つ前に行きたい、ジョアン・モーティーニョ。どうだこのパス、もうこれいいでしょ。ウィリアン・カルバーリュからのパス、前半の14分を過ぎたところです。ロナウド、柔らかいボール、この位置でボールを受けます。どうだクロス、ヘディング、決まった。先制、ポルトガル先制点はポルトガル。クロスに頭で応えました。いいシュートでしたね。セラスも落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。先制ゴールを決めました。1-0。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、2点3点と一気にいくケースもありますよね。なるほど。サイドのスペースを使います。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。もしの組み替えも早いですよ。クリスティアーノ・ロナウドへのボール、クリスティアーノ・ロナウド、大きく前線に入れます。パス回し、ウィリアン・カルバーリュからクリスティアーノ・ロナウド、さあ一気にカウンター、組み立てながら攻め上がっていく。さあボールはムハンマド・サラーへ、自分で行く、ふわっと裏を狙う。ジョ
ジョアン・マリオ、さあここでカウンター、スペース出ましたね。さあシュートレンジだ、キーパーから前線へ、ジョゼ・フォンテ、ジョアン・マリオからクリスティアーノ・ロナウド、モハメド・エルネリー、もっといいボールでしょ、シュート、あー、わずかに左へ逸れていきます。ムハンマド・サラ、チームのキャプテンです。モハメド・エルネリー、縦へのボール、カウンターを仕掛けていきます。裏へ抜けた、どうだこのシュート、いや今のキーパーを褒めたいですね、ナイスセーブでしたね。ジョアン・マリオ、ジョアン・マリオから大きく縦へ、ポルトガルとしてはここに来ても無理はしないでしょうね、前半もうすぐ終わりますからね。クリスティアーノ・ロナウド、エジプトはここでファールがありました。嫌な位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。直接狙った。さあ左サイドへ。抜けるか。緩いボール。としたボール、ウィリアン・カルワーリ、サイドのスペースへ走らせる、いけるか、さあシュート、ルーズボール、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル、15分間のブレイクに入ります。45分間戦って1-0、ポルトガル先制してそのままリードで折り返しました。まだ1点差ではありますけど、はい、しっかり守れてましたから、うん、内容としては良かったでしょうね、はい、あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも方法としてはありでしょうね。なるほど、ポルトガルがまずは1点先制して後半へと向かいます。後半スタートです。ポルトガルとしては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね。シュート、ポスト左をかすめていきました。まあ、距離関係なくシュートでフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。セドリック・ソアレス、ジョアン・モウティーニョ、仕掛けるか、絶好の位置、クリスティアーノ・ロナウド、いやいや、ナイスセーブ。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたね。ここで見せてくれました、エクラミ、シュート、防いだ、すごい反応を見せました、エクラミ、
いや、いい反応でしたね。よく触りましたね。本当にこの難しいボールによく触りました。ドナウドシュート、縦にボールを入れます。いや、決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。スルーパスを出す。ジョゼフォンテ、ジョアン・モウティーニョ、クリスチアーノ・ロナウド、サイドを縦に走らせます。素早いパスで攻め上がっていきます。さあ左へ預けてサイドを使う、抜けてくる、この柔らかいパス、ここはキーパー処理しました。ボールを下げてリズムを作るか、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ポルトガルとしてはただ守るだけではなくて、しっかりつないでチャンス、相手のゴール前でプレーしていくことによって守りきれる、もしくはもう1点追加していくという戦い方でいってますよね。ゲレイロ、本日ワンアシストです。ウィリアン・カルワーリョ、サイドのスペースを使います。ここで受けてどうだ、シュート、止めた。いや、これよく止めましたね。いや、素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。このピンチよく防ぎました。エクラミ、長いボール縦へ自分で行く、ボールはムハンマド・サラーへ、モハメド・エルネリ、これ入りましたよ。ポルトガル固いディフェンス、エジプトとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。とボールは前ですね。緩く狙ったボール、この位置でボールを受けます。仕掛けるタイミングを図る、これ仕掛けるか、ボールを受けてウィリアン・カルワーリ、さあカウンターのチャンスになります。ここをかわしたジョアン・モウティーニョ、ホールドがこのパス、ジョアン・モウティーニョからのスルーパスをカットしました。サイドを縦に走らせます。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。セドリック・ソアレス、セドリック・ソアレスからベルナルド・シウバ、ふわっとしたボール、頭だ、さあ弾いたところ、決まった、追加点、ポルトガル、ポルトガル決めました、追加点。一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。いい反応でしたね。セカンドボールをきっちり競争したポジショニングを取って、落ち着いて枠に流し込んだ、いいゴールですよね。メンバーチェンジです。さあポルトガル、さらに1点を追加し2対0としています。ポルトガルとしては非常に大きな得点ですね。無理に攻めていく必要がなくなってきますからね。ここはすぐ奪い返します、ね、ポルトガル、頭、こ
これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。リードの残り時間をどのように戦えばいいんでしょうか。そうですね、ここに来てリスクを犯す必要はもうないので、時間を稼ぎつつ相手の隙を狙っていけばいいと思いますけどもね。ロングフィードで狙う。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。ポルトガル落ち着いて時間を使います。クリスティアーノ・ロナウドからスペースに出る。旗は上がっていません。クリスティアーノシュート、これはファール。幸運の注意に終わりました。クリアで難を逃れます。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。ポルトガルとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、そうですね。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ポルトガルが2対0で勝利を収めています。